い、今ねどこにいるかというとね、ブラジルのクリチバにいます。クリチバのクリチバタワーっていうねタワーがあって、109メートルです。展望台から今クリチバの、市街地の景色を見てます。で、109メートルからということで、今市街地人口でいうと190万人ぐらいの都市、ブラジルで8番目に大きな都市です。日本で190万人っていうと、僕らでも札幌よりちょっと大きいぐらい、名古屋よりちょっと小さいです。結構大きな都市ですけど、ただまあ地下鉄とかないですね。いや日本なんかだと100万人以上の都市だと基本的に地下鉄ありますよね。だからそういったところを考えるとあれですけど、まあサンパウロ、ブラジルの中でもね割と綺麗なところと綺麗なところです。ブラジリアも計画都市ですけど、ここの、クリチバも計画都市ということで、リオとかねサンパウロ、あの汚いところ汚いです。まあ綺麗だと綺麗ですけどね、だからそれよりも街並みとしては綺麗なのかなって感じがします。リオの場合は、まあ、海があるんでね、海の周辺ではなかなか雰囲気いいかもしれないんだけど、スラムとかあったりするんでちょっとかなり危ないところもあるけど、まあ一応ここのクリチバもありますけど、苦労者も多いです、苦労者もいるんですけど、そこまでサンパウロリオほどではないかなって感じがするんだけどね。とにかくこんな感じで展望台ということで今いまして、今夕日がちょうど出て、この子は可愛いね。で、こんな感じで見てますけどね、写真撮る場合って逆光になっちゃうんで、あとこのガラスに反射しちゃうじゃないですか、なんかちょっと写真が撮れないで伸ばして撮る感じしかないですけど、まあこんな感じで、ね、汚れてますから、こっちの逆光でこれは撮るのはちょっと難しいですね。夕日だけこう撮るのはいいんだけど、まあこんな感じです。なかなか綺麗だね、これね、ガラスがあるとないと全然違ってるから、